ジョングレイ州は南スーダン共和国の州である。州とはボル。南スーダンの州では唯一独立後一度も消滅をしていない。スーダン共和国時代の1994年2月14日に設置され、当時は11軍を要し南スーダンでは最大の面積を持つ州であった。南スーダン独立後の2015年に、 周域は3軍へ縮小するも、2020年に2軍を、除く9軍が復帰した。2015年以前の面積は122,580.83平方キロメートル、人口は1358,602人。2015年から2020年までの面積は、約2.6万平方キロメートル、52万1,750人。 2020年以降は8万926.78平方キロメートル173万8364人。1991年11月15日、スーダン南部のジョングレイ州ボルで、ヌエル族のリエック・マチャルによるディン化虐殺が起こった。2011年7月9日、ジョングレイ州はスーダンから独立した南スーダン共和国の州の一つとなった。 2011年末から2012年1月にかけて、ピボール軍に居住するロー・ヌエル族とムルレ族が対立。ジョン・グレー州では、かつてより家畜である牛をめぐって、リン家族、ヌエル族、ムルレ族などの牧畜民が対立してきた。第1次、第二次スーダン内戦以降、銃の普及や国家、国際機関の介入により、これらの戦いの様式は変化を遂げている。 2011年のローヌエル族のムルレ族に対する攻撃では、死者3000人超、数万人が避難する大規模な衝突となったと、されている。2014年に結ばれた、ムルレ族の武装組織と、南スーダン政府の和平協定により、ピボール軍とポチャッラ軍を範囲とする、オーピボール行政区が設置された。2013年12月14日に、首都、 ジュバで発生したクーデター未遂事件が州内各地に飛び火。同月18日にはシュートボルにてヌエル族の部隊と政府軍との間で銃撃戦が発生したほか、19日にはアコボ軍に駐留していた国際連合南スーダン派遣団のインド軍部隊がヌエル族の襲撃を受け、インド兵3人が死亡した。武力衝突を通じ、リン家族の兵士がヌエル族の住民を ヌエル族の兵士が、ン家族の住民を、それぞれ殺害するなどの構想が生じた。ジョン・グレー州には、2020年時点で9つの軍がある。車体は2015年から2020年まで、所属していた州。トゥイック・イースト軍、ジョン・グレー州に、残留・デュック軍、残留・ボル軍、残留・アコボ軍、東部・ビエー州、アコボ州に、ロール軍、東部・ビエ州、ビエ州、ロール軍、東部・ビエー州。 美栄州アユド軍西部美栄州ファンガク州、ピジー軍東部ナイル州、中央城ナイル州、ファンガック軍西部美栄州ファンガク州以下の2軍は、かつて所属していた軍である。2014年に、州内自治区であるオーピボール行政区へ移動した後、2015年から、ボーマ州へ所属。2020年に、同州は、ピボール行政区へ改編され、2軍の所属も、据え置きとなった。 ボルには発電所があり、町に電力を供給している。国連の管理のもと飛行場も存在し、ジュバボル間を行き来する。州都はボルであり、ジュバから車で3時間から4時間の位置にある。浮き中にはアクセスが極端に悪くなり、6月から11月の期間は悪路により、陸路での移動は厳しくなる。ジョングレイ州の住民、ディン家族、ヌエル族、ムルレ族、 ヌエル語は、ナイル諸語のディンカ語と共に、ナイルサハラ語族に属す。ムルレ語は、東スーダン語派のスルム諸語に属す。キリスト教、クース。大小数多くの NGO や国連機関が、活動しているが、現在のところ日本の NGO としては、ピースウィンズジャパンとケアインターナショナルジャパンが、ジョングレイ州で活動中である。ありがとうございます。